私は教会長である父の勧めで昨年度布教の家兵庫寮に入寮させていただきました布教の家を通して今まで自分が育った環境お世話になってきた教会につながる養牧信者の皆さんがどれだけありがたいか入寝掛けを通して感じてほしいという思いからでした 教会で生まれ育った私にとっては、教会生活のありがたさを幼い頃から何度も聞かせていただいておりましたが、いざ入寮して毎日入学お助けに歩かせていただく中で、そのありがたさを身にしみて感じさせていただきました。前年度に引き続き、昨年度も新型コロナウイルスによる影響で、 兵庫寮では、布教の方法に制約がありました。駅前や公園、路上での声かけ、チラシ配りは禁止、すべてはインターホンを押しての個別訪問という形の布教でありました。さらに、昨年度1年間は3度の緊急事態宣言、布教に歩けない期間も多くありました。 歩けない期間があったからこそ不況に歩くことができた喜びご存命の親様のお供としてにおいがけお助けの御用を務めさせていただけるありがたさをより一層感じた1年間でしたその1年間の不況生活の中で特に私が親神様親様の親心を感じた出来事を お話しさせていただきたいと思います。不況の家での生活も半年が経った10月、毎日の不況生活にもなれ、これまでに何件か通い先さんや、お地ば帰りをしてくださる方も、ご守護をいただきました。10月は、ご本部で周期大祭が取り行われるということもあり、なんとか神戸の方を、 親神様、親様のもとへお連れさせていただきたいという思いで、毎日不況に歩かせていただいておりました。そんな中、8月に帰参し、初席を運んでくださった70代男性の A さんが、今月、2席目を運んでくださるということになりました。大祭月にお地場帰りができる喜びでいっぱいだった私は、それから、 日々のにおいがけや檜ノキシン、美作りにも遺産で務めさせていただいておりました。しかし、帰産の前日になって、A さんから、明日のおじば帰りを延期してほしいとのメールがありました。私は突然の出来事に驚きながらも、A さんに電話をかけて事情を聞きました。 話を聞くと A さんは明日の帰産に向けて自身の体調に問題がないか念のためにかかりつけの病院に受診をされたようで診察をしてもらうとお医者様から尿管結石の疑いがあると言われたそうですここ数日間は安静にしておいた方が良いとのことで申し訳ないんやけど 場帰りの予定を延期してもらえないかなとのことでした私は以前から A さんが時々脇腹に少し違和感があるんだよねとおっしゃっていたので A さんのお宅に通わせていただく中で何度かその脇腹にお授けを取り継がせていただいておりましたそれなのにこの起産前日というタイミングになんで と疑問と不足の心が湧いてしまっていました明日の帰産の,の予定もなくなり私は一気に無気力になってしまい身も心もどん底の状態でしたそんな中個別訪問に歩かせていただいていると50代男性の B さんという方にお出会いしました B さんは「天理教初めて聞く名前やな」とおっしゃりながらも不思議にもその玄関の扉を開けてくださいましたそして B さん自身の身の上話を私にたくさん聞かせてくださいました B さんは50代男性で独身の一人暮らし過去に 三度の離婚経験がありその離婚の仕方も元奥さんと離婚調停による裁判をしたりあるいは B さんと元奥さんとの間に生まれた子どもの親権争いの裁判をされたりとどれも円満離婚と呼ぶにはおとといものでしたそんな問題を抱えていた B さんは精神が不安定になり 双極性障害とパニック障害を発症いつ出るかわからない発作との恐怖をと戦いながら毎日生活をされていましたさらには約2年前に突然右足が腫れて歩けなくなったそうでいろいろな検査を受けましたが原因が分からなかったそうです現在はリハビリのおかげで 杖をついて歩けるようにはなりましたが B さんはこんな体で発作もいつ出るかわからない困難じゃ仕事もいけないし毎日生きていくのがしんどいと苦しい胸の内を私に話してくださいましたその日はただただ B さんのお話を聞かせていただき最後にお授けの取り次ぎを お願いいさせていただくくくと B ささんは心よく受けてくださいましたそれからは B さんのお宅に通わせていただく中でまずは何か一つ神様のお話をさせていただいてからお授けを取り継がせていただこうと心に決め何度か通わせていただいていると B さんはある時不自由な体を押して杖をついて 教務室長まで参拝に来てくださいました。その B さんのひたむきに神様を求めて行動する姿に私自身もどんどん心が動かされていきました。それから何日かたったある日私はいつも通り B さんのお宅へ通わせていただきました。すると B さんの様子が いつもと違うような感覚がしたのですが、本人は普段と変わらず、機嫌よくお話をしてらっしゃいましたので、いつも通りお授けを取り継がせていただき、起量しました。すると、その日の夜、B さんからメールが届きました。今日は来てくれてありがとうといった、いつもくださる内容とほぼ同じメールだったのですが、 いつもに比べて、誤字脱字が多く、不安に思い、私はその日から仕切って、B さんのお願い勤めをさせていただきました。しかし、次の日になると、B さんから一日10回以上電話がかかってくるようになりました。最初の数回は、電話に出ていたのですが、その内容は、今日はどこに布教に行かれているんですか 今日はうちに来れないんですかというお話ばかりでこのような電話が一日に何度もかかってくる状態に私はだんだん B さんに対して恐怖を感じてしまいましたおそらく B さんは持病の双極性障害のそ状態になっておりかなりテンションが高い状態で電話がかかってくる状況に私は B さんの持病とは分かっていても恐怖心がかってしまいなかなか B さんに向き合うことができませんでしたそのような状態であることを寮長先生副寮長先生にご相談させていただきました寮長先生より B さんに助かってもらうためすなわち親神様親様にお働きいただくにはまず自分自身が しっかりと理作りをさせてもらうことが大切。そして、親様、親様と、親にもたれて通ること。副領長先生より、ややこしいな、しんどいな、と思う人のお助けは、あなた自身の悪因縁を切ってくださり、運命を立て替えてくださる恩人なんやから、一生懸命お助けをさせてもらいなさいと。 お言葉をいただきました。私は改めて B さんと向き合い、親神様、親様にお働きいただけるよう、精一杯、理づくりに努めさせていただこうと心に決め、その日からさまざまな理づくりをさせていただきました。期間をしきっての三座のお願い勤めや日のきしん、さらには、 食事をお供えさせていただいたりと、なんとか B さんに助,け助かっていただきたいという一心でさせていただくりづくりは、不思議にも辛い、しんどいではなく、むしろ心が軽くなったような、すがすがしい感覚でした。それから B さんは少しずつではありますが、心が安定していき、足の状態も お出会いいいししたた時よよりもだいぶ良くなっているように感じました B さんご自身も良くなっているように感じてくださったのかそれ以降、教務室長へ参拝に来てくださるようになりましたそして B さんは11月の別席バスダンサーで初めてのおじば帰り、初席を運んでくださいました。 それから私たちが卒業する3月の別席談さんまで毎回参加してくださり、卒業した今も B さんは、早く満席になっておさつきが取り継げるようになりたいと熱心に別席を運んでくださっています。また、教務室長のユースめも毎日欠かさず参拝してくださっていて、 少しずつだけどお手振りができるようになったんだよと B さんは嬉しそうに教えてくださいます B さんとその喜びを一緒に分かち合いながら過ごさせていただく毎日が本当にありがたいなと日々感じさせていただいております親神様親様はお助け相手の心を助けてくださるだけではなく お助助けけささせてていただだくく側の心をも助けてくださる。人助けたら我が身助かるとはこのことなのかと身をもって実感させていただきましたさらに私たちが卒業するに際して寮長先生より卒業文集でこのようなお言葉をいただきとても心に残っています。 無から有を生み出す術は、自分の思いを捨て、人の話を何でも受けていく素直な心。ただただ、親様親様と念じ、無の心、白紙の心で歩いていく姿勢。その低い姿勢、低い心にこそ、水が低いところに流れ集まるように、何でも集まってくるりにつながってくる。 入学を助けに歩かせていただく中で、お出会いした方との関わ,り関わりを通して起こってくる様々な出来事、そこから生み出される自分自身の様々な感情、癖、性分や因縁に気づき、苦しい時もありましたが、そのような苦労があったからこそ、親神様、親様におすがりする、親に働いていただくには、 無の心で精一杯理作りをさせていただいて低い心を作らせていただく低い心には何でも集まってくる理になるこれからの人生においてどんな場面でも低い心で通っていれば必ず親が導いてくださると学ばせていただいたこの不況の家での1年間は私にとって 一生の宝物です寮長先生をはじめ育成医の先生方には私たち寮生にたくさんの親心あふれるお言葉で1年間の不教師生活を支えてくださり感謝の気持ちでいっぱいです早いもので卒業から半年がたとうとしています現在私は東京にある 実家の教会に戻り、養牧保育士として保育園で勤務をさせていただいている一方、自教会の御用にも勤めさせていただいております。この半年間で教会では新たに子ども食堂を開設し、現在はコロナの感染状況を考慮し、お弁当配布とフードパントリーという形ではありますが、 地域のお助け場所として多くの方に教会を活用していただけるようにという思いで、私は教会の方々と一緒に遺産で日のきしんをさせていただいております。教会という場所に置いていただくのはどれだけありがたくて結構なことなのか、それを私は不況の家での経験がなかったら一生気づくことができなかったと思います。 そのありがたさを身にしみて感じさせていただき、教会に戻らせていただいた今、教会につながってくださる養牧、信者の方々、さらには両親、家族に、感謝の心を忘れず、日々、恩返しに励んでいきたいと思います。最後になりましたが、親様140年祭に向けて、 今月26日に、ゆたつ第4号がご発布され、いよいよ来年から3年生日の年祭活動がスタートします。この年祭の旬に、親神様、親様、親親に喜んでいただけるよう、私自身も日々明るく勇んで通らせていただきたいと思います。拙いお話ではありましたが、ご清聴いただき、ありがとうございました。